ヒューストンの本社キンダー・モルガンは、石油、天然ガスを中心とするパイプラインを及び貯蔵施設を保有し、エネルギー中流事業を行っている、アメリカ合衆国の株式会社、テキサス州、ヒューストンに本拠を置く、ニューヨーク証券取引所上場企業。九百九十七年、リチャード・キンダーとウィリアム・モルガンの率いる、投資家グループが、言論の保有していたパイプラインを買収し、 キンダー・モーガン・エネルギー・パートナーズを設立したことに始まる。キンダーとモルワのビジョンは税制上の利点を持つマスター・リミテッド・パートナーシップによるエネルギー会社にあり、石油や天然ガスに酸化炭素のパイプラインやターミナルの資産購入と共に投資事業体の形成を目的とする企業買収を重ねた。1999年にコロラド州を拠点とする KN エネルギーインクを買収、併合したことで、シカゴ都市圏へ通じるパイプライン網を獲得、2005年8月、カナダバンクーバーを拠点とするテラセンインクを買収し、アサバスカ地域のオイルサンドに通じるトランスマウンテンパイプラインを獲得した。2010年代には、シェール革命の進展に伴う事業拡大を施行し、2012年5月、エルパソの買収を 完了。2013年1月、天然ガスパイプライン事業者のコパのエナジーの買収を完了する一方、関係が複雑となったマスターリミテッドパートナーシップの見直しを発表。またトランスマウンテンパイプラインの拡張計画への環境対策が不十分として、カナダで起こった反対運動を背景に、2018年度パイプラインをカナダ政府に売却することで合意した。 キンダーモルガンは現在、アメリカ南部を拠点に、アメリカ本土各地を網羅する石油、天然ガスのパイプライン及び貯蔵施設を保有しており、また二酸化炭素のパイプラインをニューメキシコ州周辺に保有している。ありがとうございます。